菊芋は、菊花ひまわり族の多年層。別名は、アメリカイモ、ブタイモ、サンチョーク、エルサレムアーティチョーク、トピナンブール、北アメリカ原産で、世界中に外来種として分布している。草丈1.5から3メートルと大きくなり、菊に似た黄色い花を9から10月につけ、10月末に地中に海景を作る。茎や葉に小さな刺しがある。繁殖力は強い。 本種と花がよく似ている菊芋もどきヘリオプシス、ヒーリアンターズという植物がいる。北アメリカ北部から北東部を原産地とする。南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアに移入分布する。日本には江戸時代末期に飼料用作物として伝来した。栽培されているもの以外に第二次世界大戦中に加工用や食用として栽培されたものが野生化したものもある。 日本には1850年代から1860年代に初めて導入され、全国に定着が拡大している。キクイモの和名は、キクに似た花をつけ、芋ができるためにつけられた。エルサレムアーティチョークは、英名エルサレムアーティチョークに由来する。エルサレムは、イスラエルの都市エルサレムのことだが、この植物との関わりはない。元、古いイタリア語ではキクイモを、ジラソルアルタスイコと呼んでいた。 ひまわりアーティチョークの意で、ひまわりとは、花が、アーティチョークとは、味が煮る。このジラソルを、ジルーサウルと発音して、エルサレムと混同し、英語で、エルサレムアーティチョークというようになったとする説がある。エルサレムアーティチョーク主成分は、タトールイヌリンを含む、食物繊維であり、生の菊芋には13から20%のイヌリンが、含まれる。 通常の芋類と異なり、デンプンはほとんど含まれない。会計を食用とする。料理としては牛乳に、バター焼き、フライ、スープ、味噌漬け、煮物など。また、イヌリンは、消化によって、オリゴ糖の一種菊芋オリゴ糖となるため、健康食品として、下流やお茶として加工され、市販されている。さらに、飼料とするほか、果糖の原料にもされる。岐阜県になし岩村町では、 菊芋の味噌漬けやかす漬けが名物として販売されている。長野県下稲郡や須岡村、あちむらや熊本県阿蘇郡小国町、熊本県菊池市では菊芋を用いた地域振興をしている。ありがとうございます。